アフマド・カディロフ、アフマド・アブドゥル・ハミドビッチ・カディロフ、アクマット・アブドゥルカハミドビッチ・カディロフ、1951年8月23日から2004年5月9日は、チェチェンの政治家、軍人、聖職者、イスラム教の高位聖職者で、チェチェン地方のムフティ法解釈者を務め、イスラム教勢力を代表する存在であった。日本の報道では、朝日新聞のみが、 カドイロフと表記している。第一次紛争では、ロシアとの戦いを、聖戦、ジハードとするファトワーを出すなど独立派の精神的、指導者として行動した。戦後に成立した、マスバトフ政権ではワッハーブ派を進仰するシャミル・サエフ、国防大臣ら強硬派を嫌って、彼らと対立する大統領を支持する。しかし、マスバトフがバサエフ派切り崩しを狙ってワッハーブ派を、 被護するる。ことに反対したため、政権から追放される以後は、第三勢力として、両者と睨み合う関係にあったが、第二次紛争で、マスバトフバザエフ双方を敵視したロシア軍の後ろ盾を得て、チェチェン行政府長官に就任、反対勢力の相当に成功する。こうした功績から、新たに成立したロシア連邦を加盟国としての、 チェチェン共和国の初代大統領に就任した。2004年5月9日、対独戦勝記念式典参加中に、チェチェン独立派によって暗殺。死後、ロシア政府より、連邦英雄勲章が授与されている。ソ連のチェチェン人は、ヨシフ・スターリンソ連初期長の大粛清の一環として、第二次世界大戦中に、中央アジアへ強制移住を強いられていた。 カディロフも一族が追放されていたカザフソビエット社会主義共和国のカラガンダ氏で在外チェチェン人として生まれ育った。スターリン主後に粛清の見直しが進められると1957年にカディロフ一族もチェチェンの車輪地区チェントロイ村へ帰国を果たした。1968年、地元の高校を経て集団農場、ソフホーズでの労働に2年間従事する。 1971年、ロシア本土に移住して、シベリアのインフラ開発に参加。1980年まで同地に滞在する。シベリアから戻ると聖職者としての道に進み、神学校を経て、他試験とイスラム大学で進学を収めて、イスラム宗務者の称号を得る。1986年から1988年まで、グデルメスの福井マームを務め、 1989年に、故郷である北カフカース地方に、最初のイスラム大学を開校、聖職者育成を進めた。1990年、より研鑽を深めるべく、ヨルダンに向かい、シャリーやイスラム法学についての専門的な研究に従事するが、ソ連崩壊に伴い祖国からイスラム法の専門家として招致され、帰国を余儀なくされる。帰国したチェチェンでは、 連邦内の自治国家に満足しない独立派とロシアの庇護による国家形成を望む連邦派に分かれて対立が起こっていた。1991年、独立派がロシアとの対立を含めながら、チェチェン・イチケリア共和国の樹立を宣言すると、ジョハルド大夫大統領を支持して独立派に属し、共和国フクマフティとして宗教面から政権を支えた。1994年、 周辺地域の不安定化を恐れたロシア軍が連邦派を支援して参戦、第一次チェチェン紛争が勃発する。カディロフは、ロシア人はチェチェン人よりはるかに多いが、なら一人のチェチェン人が150人のロシア人を道連れにすればよいだけだと述べ、自ら政府側の武装組織を率いて、ロシア軍、連邦派勢力と激しい戦闘を繰り広げている。 また内戦中の1995年に、ドゥダイフ大統領によって、聖マフティに任命されると、ロシアとの戦いを正当とするファトワーを発して、抗戦の意思を明確にした。戦争が、両者の停戦で、一応の決着を見ると、新たに成立したアスランマスハドフ政権で引き続いて、共和国ムフティとして、宗教問題を統括した。内戦終結後のチェチェンでは依然として、 連邦派と独立派の対立がを引いていたが、これに加えて独立派の間でも対立が生じつつあった。独立派の多くは愛国心から志願したチェチェン人兵士と同じイスラム教徒を救おうと参陣したイスラム義勇兵、ムジャヒディンから成り立っていた。しかし、チェチェン人とイスラム義勇兵は同じイスラム教徒ではあったが、イスラム義勇兵の多くはワッハーブ派を信仰しており、 チェチェン人の多数が信仰するスーフィズムとは折り合いが悪かた。チェチェン人のイスラム文化を代表するカディロフはイスラム義勇兵と結びつく独立派内の強硬派に危機感を抱くようになった。同じく復興のためにロシアとの対立解消を目指すマスハドフ大統領もジハードの冠水を主張する強硬派に手を焼いていた。カディロフとマスハドフは手を結んで強硬派の切り崩しを 進め、リーダー格であったシャミル・バサエフ司令官を国防大臣に迎えるなどの策を進めた。しかしバサエフが主張を曲げずに政権を離脱すると、マスハドフは強硬派の分断を狙ってワフハーブ派を、被護する姿勢を見せた。これに激怒したカディロフはマスハドフを批判したが、逆に、マフティから解任され、政権から追放されてしまう。1999年、 バサエフらは、隣国ダゲスタンへ、義勇兵を率いて、侵攻を開始、ダゲスタン戦争、合わせて、ロシア政府への爆弾テロを引き起こした。これを、停戦違反と判断した、ロシアのプーチン政権は二度目の介入を決断し、第二次チェチェン紛争が勃発する。ブラジーミル・プーチン首相、当時は、全紛争の英雄の一人であり、マスハドフとバサエフの両者と敵対するカディロフの、 後ろ盾という形で戦争を進めることを望み、カディロフも自派の司令官らとロシア軍に協力した。自らの復権やワッハーブ派への攻撃が目的の一つにあるにせよ、復興に失敗したチェチェンの閉塞した状態への危機感もカディロフがロシアと手を結んだ一員であったことに疑いはない。進撃するロシア軍が首都グロズヌイ占領に成功すると2000年6月20日に プーチン首相はチェチェンを再び連邦内の自治共和国に戻した上で、カディロフをその暫定政府大統領に任命した。2003年10月5日、独立派がボイコットする中で、大統領選挙を開催したカディロフは80.84%の得票を得て当選し、10月19日に正式な大統領に就任した。カディロフは反対派の弾圧を行うなど、 強権的な方法で統治を断行しており、この選挙についても、公正とは言い難い点が存在していた。また彼は、ロシアの支援による復興へと立場を変えており、反対派からは、モスクワからの影響を指摘された。だが、終わりのない紛争に嫌気がさした国民の中で、ロシア主導の和平と復興を提示するカディロフを支持する、風潮があったのも事実である。反対派への粛清や、 相当作戦を強化する一方、カディロフは反対派兵士に対して投降すればその罪を許して治安組織などで職を与える恩赦を出し治安回復に努めた。2004年5月9日、カディロフ大統領はグロズヌイの競技場で対独戦勝利を祝う戦勝記念式典に政府や軍の高官らと出席した。同日午前、 競技場に設置されていた爆弾によって特等観覧席が吹き飛ばれアフマドカディロフは即死した同じ特等観覧席に座っていた二人の護衛兵士と共和国議会議長ロイター通信の記者をはじめとする30人以上の要人も死亡しているまた致命傷は免れたもののロシア軍のバレリー・バラノフ大佐など56名が重傷を負い突然の事態に競技場は 大混乱に陥った。爆破装置は競技場の修理の際に採掘されていたものと断定された。爆発について政府側やロシア政府は独立派によるテロと断定し、独立派側は占領軍の特務機関が仕組んだ自作自演と主張した。しかし後にシャミルバサエフ司令官が反抗声明を発表した。5月10日、プーチン政権はカディロフへ。 ロシア連邦英雄の称号の授与を決めた。カディロフの死亡により、首相のセルゲイ・アブラモフが大統領代行に就任、大統領警護隊長を務めていた、カディロフの次男であるラムザン・カディロフが第一副首相に任命された。ラムザン・カディロフ副首相は、父の意向とロシア政府の支援を背景に、第三大大統領へと就任、父親を神格化して、 個人数配色を強めつつある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。